ブランド。ラセンス株式会社が展開。現在は日本とフランスに拠点がある。ファッションプロデューサー松川正樹とファッションデザイナー岡本光平よって2013年にスタートし、革新的なレザー、クリンクルレザーを使用したファーストコレクションをイタリアの展示会ピッチオーモで発表。2016年にはイタリアの A デザインアワード受賞。同年日本では グッドデザイン賞を受賞。2017年にはデザイン界のオスカー賞と言われるイフデザインアワードを受賞して注目を集める。2018年にはフランスパリに支社を設立。同年パリのマルチ区にフラッグシップストアをオープンした。2019年には彼らの地元、京都に2号店となるコンセプトストアをオープンした。ズレンメインラインズレンザアートディレクター。 デビット・ジェームズとのコラボレーションラインズレン、シャンチル・マーティン NY で活躍している、グラフティアーテイスト、シャンチル・マーティンとのコラボレーションラインズレン、ブノワ、ピエール・エメリーフランスのアートディレクターブノワ、ピエール・エメリーとのコラボレーションラインデューレン、ズレン・フィアッションプレス。ありがとうございます。